弾道研究所に設置されたエドバックエドバックは最初期の電子計算機の一つであった。その前身のエニアックとは異なり、重心数ではなく日チ数を使用しており、プログラム内蔵方式コンピュータとして設計された。エニアックを開発したジョン・モークリーとジョン・プレスパー・エッカーとはエニアックがまともに動作するようになる前の1944年8月。 エドバックの設計と構築を提案した。その設計はエニアック構築中に考案された多くの重要なアーキテクチャ上、または論理上の改良を取り入れるもので高速な遅延記憶装置を採用することにしていた。エニアックと同様、エドバックはペンシルベニア大学が米陸軍のアバィーン実験場にある弾道研究所のために製作した。エッカートとモークリーを含む エニアック設計者らは、コンサルタントという立場のジョン・フォン・ノイマンと合流して、設計を開始した。1945年、フォン・ノイマンは、論理設計について話し合った結果を、エドバックに関する、報告書の第一走行という報告書にまとめた。新しいコンピュータの開発契約は1946年4月に結ばれ、当初予算は10万ベイドル、コンピュータの名前は、 エレクトロニックディスクリートベリアブルオートマティックカルキュレーターとされた。エドバックに実際かかった費用はエニアックとほぼ同額の50万ベイドル弱であった。開発されたコンピュータは日チ数を使用し、加算、減算、乗算、プログラムによる助算などが可能で、メモリは遅延記憶装置で1000ワードであった。物理的には以下のような部品から構成されている。 加算にかかった時間は846マイクロ秒で、乗算は2900マイクロ秒である。開発する上での重要な問題は信頼性と経済性であった。物理的には約6000本の真空管と約12000個のダイオードが使われていて、消費電力は56キロワットである。設置面積は45.5平方メートルで7850。 キログラムの重量だった。運用には30人が8時間交代で張り付いていた。エドバックは1949年8月に弾道研究所に運び込まれ、いくつかの問題に対処した後、1951年に部分的に稼働した。完成までに時間がかかったのは、ペンシルベニア大学とエッカートモークリーとの間で特許権をめぐる争いがあったためと言われている。このため、 エッカートとモークリーは大学を離れ、エッカートモークリーコンピュータ社を設立し、エドバックに関わった技術者も引き抜いていった。1960年には、エドバックは1日に20時間エラーなしで動作した。平均では1日8時間動作していたという。1953年にはパンチカード装置を追加。1954年には次期ドラムメモリを外部記憶装置として追加し、 1958年には不動小数点演算装置が追加された。エドバックは1961年にブラスックに置き換えられるまで動作した。それまでの実績を見ると、当時としては非常に高い信頼性と生産性であったと言える。プログラム内蔵方式、いわゆるノイマン型の着想は主要メンバーのジョン・モークリーとジョン・プレスパー・エッカートが考案していたとされる。しかし、 エドバック開発チームの後から加わったジョン・フォン・ノイマンの名前で広まってしまっており、今もノイマンの名で参照されることも多い。エニアックの主要開発メンバーであるモークリート・エッカートは技術面で優れており、開発メンバーのノイマンは理論的側面で優れていた。ノイマン型などと呼ばれる理由としては、有名な文献、エドバックに関する報告書の第一総庫の著者が ノイマン単独となっていることと、当時のコンピュータ関連の他の多くの資料が軍事機密であったのに対し、この文献は部外者への配布などが行われたという理由が大きい。これは一流数学者の名前を利用してエドバックの名声を上げたい、ペンシルベニア大学側の思惑があったともされる。モークリーとエッカートの開発メンバーからの離脱は、このことへの反発があるとされることもある。 主要メンバーが離脱したエドバック開発は大きく遅れ、世界初の実用的に稼働したプログラム内蔵方式コンピュータは1949年のエドサックとなってしまった。エドバックは1951年になって完成する。ありがとうございます。